静岡 FC は、かつて存在した、サッカークラブ。静岡県静岡市を本拠地として活動していた。日本プロサッカーリーグに加盟する、藤枝ミブックの母体となったクラブである。8月、静岡市に J リーグチームを作ることを目的として、ベルディ川崎元社長の森下元気が理事長となり、 三浦和義の育ての親と言われる、名や吉郎、信夫の兄弟らが中心となって、特定非営利活動法人静岡市に、J リーグチームを作る会が設立。2月21日に運営法人として、株式会社静岡フットボールクラブが設立。同年3月に、静岡県社会人、サッカーリーグ一部の、静岡や、牧野 SC を母体として、 静岡 FC が創設された。静岡県リーグ一部で優勝。東海社会人、サッカートーナメント B ブロックでも優勝し、東海社会人、サッカーリーグへ昇格した。翌年から、東海リーグは二部制となっているが、二部リーグではなく一部リーグに昇格している。東海リーグ一部で優勝。全国地域サッカーリーグ決勝大会では一時ラウンドを、 勝ち上がるも、決勝ラウンドで、佐川印刷 SC、アイム食品に連敗し3位で、JFL 昇格を逃す。東海リーグ一部で2年連続2回目の優勝。地域リーグ決勝大会では1次ラウンドを勝ち上がるも、決勝ラウンドで、群馬 FC、堀越、ザスパクサツに連敗し2年連続3位。全国社会人、サッカー選手権大会で準優勝。 東海リーグ一部では3位だったが、2位の中京大学 FC が地域リーグ決勝大会への出場を辞退したため、繰り上げ出場。同年9月に、全所属選手が退団した沖縄カリウシ FC から9選手を補強し一時ラウンドに、臨むも、三菱自動車水島 FC に敗れ一時、ラウンド2位で敗退。静岡県サッカー選手権大会で優勝し、 第84回天皇杯に初出場。2回戦で FC セントラル中国に PK 戦の末敗れる。東海リーグ一部を14戦無敗で2年ぶり3回目の優勝。地域リーグ決勝大会はバンディオンセ神戸に敗れ一時、ラウンド2位で敗退。元横浜フリューゲルスの高田正明が選手兼任監督にビッセル神戸。 元チーム統括本部長の三浦康俊氏がテクニカルアドバイザーに就任。東海リーグ一部は FC 岐阜に次ぐ2位だったが、全国社会人サッカー大会では準優勝し、この年から設定された全社枠により地域リーグ決勝大会に出場。しかし一時ラウンドで FC 岐阜と同組となり、FC 岐阜、FC 三応は国札に連敗し一時、 ラウンド3位で敗退。第86回天皇杯に2年ぶりに出場。2回戦で JFL のアルテ高崎に勝利すると、3回戦では J2 のミトホーリーホックに勝利した。4回戦では浦和レッズに挑んだものの0から5で、敗れる。東海リーグ一部で2年ぶり4回目の優勝。 地域リーグ決勝大会は一時ラウンド第2戦で FC 町田ゼルビアに PK 負け第3戦でバンディオンセコーベに敗れ一時ラウンド3位で敗退東海リーグ一部は14戦無敗で2年連続5回目の優勝地域リーグ決勝大会は一時ラウンドで3連敗となった東海リーグ一部は3位前者は1回戦で 福島ユナイテッド FC に敗れ、地域リーグ決勝大会には出場できなかった。1月、静岡県リーグ一部の藤枝ミブックに、九州合併された。これにより、静岡 FC としての歴史に幕を下ろした。なお、合併以降の藤枝ミブックの状況は、当該項目を参照のこと。AB、会社案内。 静岡 FC2009 年12月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年2月27日閲覧静岡の J を作る会に NPO 認証来年静岡 FC 誕生へ読売新聞2000年11月28日2016年2月27日閲覧静岡 FCJFL の壁今年こそ突破読売新聞 2007年3月27日、2016年2月27日閲覧、3年で j に昇格目指すサッカー。静岡 FC 発信朝日新聞。2001年3月6日、2016年2月27日閲覧。藤枝ミブックが、静岡 FC と合併東海リーグ一部参戦。静岡新聞。2010年1月28日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2013年12月26日閲覧。ありがとうございます。